皆を招いたのは、とある重要なことを知らせるためよ。すでに知っている人もいると思うけど、近々軍玉閣を再建するつもりなの。軍玉閣を再建？とんでもない規模の工事になりそうだな。確かにそういった噂を耳にしたことがある。道理で建材の値段が急騰したわけだ。軍玉閣は行幸様にとって特別な意味を持つもの。もしこの件でお役に立てれば。行幸様、俺らに手伝えることはありますか？そう慌てないでちょうだい。数日前、この噂が広まったことで、各方面からこれについて関わりたいという連絡が入ったわ。差し当たり、手元にいくつか案件があるから、あなたたちにも任せたいの。現状、すでに立地の選定は終わったわ。必要な建材の準備も完了してる。でも、それ以外に3つ、ある肝心なものが準備できていないの。その3つが、名家不浄石、戦機革新、そして戦火呪符。その、僭越ながら申し上げますが、不浄の石以外の2つは聞いたこともないのですが。名家という名は、十分な大きさの不浄の石に与えられるわ。これは、軍玉閣が宙に浮くための基盤となるものよ。そして、戦機革新は、軍玉閣内部の機械構造の核となる部分ね。戦火呪符は、機械装置と仙人の砲術を結びつける役割を持っている。他の二つ同様、必要不可欠なものね。三つとも希少な素材ではあるけど、あなたたちの人脈と能力をもってすれば、見つかるのも時間の問題よね。でも、兵は神速を尊ぶもの。何よりも効率が大事よ。見つけてくれたら、いいねで買い取らせてもらうわ。それと、三つの素材を集めるのが早かった三名には、私に質問する機会をあげる。もちろん、どのような質問にも答えるわ。この見返りは、きっとみんなを満足させることでしょうね。先ほどの品々を見つけ出すのは至難の業。しかし、来年のリーユエ校の計画について聞くことができたら。その価値は計り知れないものになる。行幸様から情報を得た者こそが、市場の棋戦を制することになるはず。はははついてるぞ。つい最近、不浄の石に関する噂を聞いたばかりなんだ。こうしちゃいられん。俺は先に失礼させてもらうぜ。俺たちも生きとしよう。先を越されるわけにはいかない。軍玉閣の再建か。これってかなり重要なことなんじゃないか。オイラたちも行ってみよう。先ほどの話、あなたたちも聞いていたようね。どうかしら、興味はある？この私が知っていることであれば何でも、真実を教えるわ。本当か？じゃあ、オイラは行幸がどうやって商売しているのか聞きたいぞ。その秘密がわかれば、オイラたち、もう二度とモラに困らなくて済むだろう。もちろん。教えることは可能よ。ただし、それはあなたたちの働き次第ね。
軍玉閣の再建に使われる土地はかなり広大なもの。今回黄金屋の近くにある廃工場にその場所を手配したわ。集めた素材は全てそこに送り届けてちょうだい。私は別件があるからあなたたちと一緒に行くことはできないけど、到着したら私の秘書に話を聞いてみるといいわ。そうめったにない機会よ。あまり時間をかけすぎると他の人に先を越されちゃうから気をつけて。行子ってやっぱ忙しそうだな。オイラたちも早速出発しようぜ。とりあえず玉境内を離れてって、あ？あそこを見てみろよ。なんだか妙な感じだぞ。姉ちゃん、ずいぶんと優雅な佇まいだな。それに気品もある。これ、軍玉閣の再建争いで独走するんじゃねえか。俺ら再建に必要な素材の情報を持ってるんだ。どうだ、あっちの静かなところでゆっくり話でも。必要ない。さあ言うなって。俺、悪いようにはしねえから。おい、ぼさっとすんな。早くついてこい。はい。おい、今の聞いたか？あいつら情報を持ってるらしいぜ。今オイラたちに一番必要なのは情報だ。行ってみよう。ここにはいないみたいだな。もう少し下の方を探してみるか。もう逃げ場はないぞ、姉ちゃん。何も俺らは悪人じゃねえ。安心しな。ちょっとばかしモラを払えば貴重な情報が手に入るんだ。お互いに損はしない。親分、なんだか嫌な予感がします。彼女、明らかに他の人とは違う雰囲気というか、髪も白いし、見た感じ普通の人間じゃないですよ。それが何だってんだ。久々の上物だ。こいつから絞り取らねえでどうやって借金を返すってんだ。言ったはずだ、主らの情報など必要ない。先ほどの言葉が聞こえていなかったのなら最後にもう一度だけ忠告する。あのな、姉ちゃんよ、ガキじゃあるまいし、これくらい分かってほしいんだが、お前が必要かなんて関係ないんだよ。おとなしくモラを渡せば済む話なんだからさ。我は。おっと、下手な言い訳はするなよ。お前がモラを持ってることぐらいわかる。さっきこの目で見たからな。瑠璃亭で宅に乗り切らないほどの料理を注文してただろ。でもほんの少し口にしただけで箸を置いていた。そして新月軒や万民堂でも同じように看板料理を全部注文したが、どれも一口しか食べてなかった。
金持ちの嬢ちゃんでもない限り、そんな贅沢なことできやしない。そんなにモラを持ってんだから、少しぐらい分けてくれてもいいだろう。師匠にはリーユエコーで騒ぎを起こすなと、そう言われたが、まあいい。もしかしたらこれも運命なのかもしれない。親分、何か様子が変ですよ。ビビる必要はねえ。俺らは情報を売ろうとしてるだけだ。法には触れてないだろう。こいつが手を出してきたら逆に訴えてやるさ。ん？はあ、またお前らか。千眼軍？どうして千眼軍がここに？まさかお前が通報したのか？余計な真似を。俺は。黙れ。また人を脅迫しているんだろう。ついてきてもらうぞ。あ、嘘を怖い顔しないでくれよ。ちゃんと説明する。落ち着いてくれって。神格、神格、我の名だ。おお、神格っていうのか。オイラはパイモン、こいつは旅人だ。よろしくな。ヌシダの名は知っている。宣告は助けてくれて感謝するぞ。無論我一人でも解決できたがな。あやつの首根っこをとっつかまえて頭部を地面に3回叩きつけてやれば諦めると我は判断していた。うわぁ、 そんな暴力を振るっちゃダメだぞ。ここはリーユエコーだから、リーユへの法律をちゃんと守らないと。法律？うむ、確かに聞いたことはない。そうなのか。じゃあこれまで。ああ、我の腹の音だ。腹が空いているからな。あっさりと認めたぞ。そういえば神格はいろんな店で料理を注文して一口ずつしか食べなかったってさっきの人たちが言ってたけど、そんなんじゃお腹が空くに決まってるだろう。何か食べたいものはないのか。精神、ルリユリ、ルリ袋、それらを普段は食している。薬剤？どうやらよく分かってないみたいだな。うん、近くに不袋があるし、そこに連れて行ってお腹いっぱい食べさせてやろうぜ。お腹がペコペコなままだと力が出ないからな。なあ、神格ってもしかして仙人なのかな。初めてリーユエコーに来たみたいだし、それに常識もちょっとないだろう。仙人だったとしたら納得できるんだけど、どんな仙人なんだろう。気になる。ようこそ。どういった薬をお求めでしょうか。
精神、瑠璃百合、瑠璃袋、どれも 250g ずつ頼む。それはどういった処方でしょう。まるで薬で食事をするかのような量ですね。どうぞ。今ここにある在庫のすべてです。感謝する。本当に食べてるぞ。これで十分だ。地層になった。いや、まずい。ほのかな清涼感はあるものの、食べ過ぎれば口の中に残るのは苦味と酸味と渋みのみだ。じゃあ真核はどうしてお店の料理じゃなくて薬剤をわざわざ食べるんだ。モラをたくさん持ってるんだろ。オイラだったら一番高級なお店に行ってたくさん料理を注文して、それを一気に食べるぞ。それは今後この地にとどまるかどうか我自身にもわからぬからだ。世の料理は美味なるもの。しかしいずれ山に戻ってしまえば、その美食への思いが修行の妨げになる恐れがある。それゆえ軽く味わうだけにし、どのようなものか知るだけにとどめたのだ。山に戻って？あ、間違いない。こいつ仙人だぞ。我のことはともかく、主らはこれからどうするのだ？そうだ、忘れるところだった。オイラたち、軍玉閣を再建するためにその素材集めを競ってるんだったよな。ここで時間を潰してたら他の人に先を越されちゃうぞ。そうか、その件なら我も道すがら耳にした。ひひ、もし他の人より早く集めることができたら、どんな質問にも答えてくれるらしいぞ。まさか神格も参加しに来たのか。確かに我もその件で来たのだが、そういった競い合いに参加するつもりは毛頭ない。だが主たちには世話になった分、我も役に立ちたいと思う。安心するがいい。見返りを求めはしない。うえ、神格はそれでいいのか。でも仙人に手伝ってもらえたら素材集めも順調に進みそうだよな。ならば善は急げだ。我に一つ案がある。案？神格の案ならきっとすごいんだろうな。すごいかどうかは分からぬが、十分な効果は期待できるだろう。我らより先行しているものを全員排除すれば一番になれると思うのだが、どうだ。ダメだ。どう考えてもやっちゃいけないことだぞ。そうなのか。だが競い合いとは互いを排斥し合って裏で策を弄するものだと聞いたが。オイラたちは正々堂々勝負して一番になるんだ。名家不条意志、戦機革新、そして戦火呪符、順番に探そうぜ。まずは不条の石からだな。店の外から何やら話し合う声が聞こえると思ったら
あなたたちでしたか。あ、白術、どうしたんだ。行幸さんから傷薬をまとめて仕入れたいという依頼があったのです。ただどうも店の在庫が足りないようでして、これから調達しに行くところなんですよ。行幸はどうしてそんなに傷薬を必要としてるんだ。それは私にも分かりません。軍玉閣を再建するお話は私も聞いていますが、その現場で使うのでしょうか。ですがお客様側の事情ですので、あまり深くは追求しないようにしようかと。それから行幸さんは私から7を借りていきました。ですから福袋は現在かなりの人手不足でして。どうでしょう、あなたたちここで働いてみませんか。なあ悪いな、オイラたち他にやることがあるんだ。あ、そうだ、白術って物知りだし、名家不条絵師について聞いたことってないか。軍玉閣の再建に必要な素材でしょうか。確か七蔵三景にそれについての記述がありましたね。名家不条絵師を活性化させれば雲の上まで飛べるとか。非常に貴重なものです。文献に記録されている名家不条絵師はもうほぼ誰かに採掘されています。これに関しては私よりも飛雲商会の方が詳しいでしょう。なるほど、じゃあ飛雲商会に行って聞いてみようぜ。白術ありがとな。どういたしまして、うまくいくことを祈っています。他に何か必要なことがあれば遠慮せず福袋にいらしてください。行幸さんが依頼した傷薬、いくらなんでも多すぎます。軍玉閣の再建はそれほど危険なものなのでしょうか。妙ですね。坊ちゃま、やっとお帰りになられたのですね。おや、何を慌てているんだい。ここ最近紹介に様々な注文が殺到しておりまして、手が回らない状態なのです。坊ちゃまを見かけたら必ず残って手伝わせるよう旦那様からのお達しです。そういうことか、わかった。とりあえず注文の分類をするよう手配しておけ。他は僕に任せてくれていい。ありがとうございます。坊ちゃまがいてくださるだけで一安心です。あは、ゆくあき、ここにいたのか。お前に聞きたいことがあるんだ。旅人とパイモン、すまない、少し待っててくれないか。阿局、僕は客人と話すから君は先に行っててくれ。紹介のことは後で詳しく相談しよう。わかりました。お客人どうぞごゆっくり、私は先に失礼します。まさか今日君たちが来るとは思わなかったよ。どうしたんだい、何か手伝ってほしいことがあるようだけど。ゆくあき、名家不条絵師について何か知らないか。なるほど、君たちも軍玉閣の再建に手を貸しているというわけか。持って？まさか。実を言うと、飛雲商会には名家不条絵師がある。ただし一つだけだけどね。これは他の者から競売用に預かったものだ。君たちが来る前にも何人かに値段を聞かれたよ。物は少なきをもってたっとしとなす
という言葉がある通り、競売にかければ最終的に5億モラを超えると予想される。5億モラ！正直この浮上の石を競り落とすことはお勧めしない。相場よりもだいぶ高い上に割にも合わないだろう。でももし名家浮上石がなかったら。焦ることはない。君たちは鳴海聖火神君について聞いたことあるかい？ん？誰だそれ。鳴海聖火神君はかつて利水定山神君と親密な関係にあった方だ。しかし我の記憶ではもうすでに逝去されているはず。そう、まさか僕以外にもあの方について知っている人がいるとはね。関雲録に記述された内容によると、鳴海聖火神君は自ら銅典を作り、奇妙で珍しい宝を数多く陳列していたそうだ。その中に君たちが探している名家浮上石がある。鳴海聖火神君が逝去された後、その銅典は荒廃し歴史の陣愛へと埋もれていった。ただ幸いなことに、僕は民間伝承に関する本を最近集めていてね、そこでこの銅典について知ることができたんだよ。そして何度か検証を重ねた結果、李斜坑の近くにその銅典があることが分かった。やった！あ、でもオイラたちがそれをもらってもいいのか？仙人に対してその罰当たりだったり。問題ない。我が知る限り鳴海聖火神君は心が広い。あの方が生きていたとしてもこれ式のことは気にしないだろう。心が広い、実に斬新な観点だ。どの書物から得た考察なのか、よかったら聞いてもいいかい？ただ山野に広がっている噂だ。行くぞ。あの人なんだか僕の友人に似ている気がする。そうだ、それにもう一つ、仙人の銅典は非常に緻密に作られたもので自衛機構が備わっている。長いこと放置されてはいたが、それでも魔物が出てくる可能性は十分にあるだろう。くれぐれも注意してくれ。おう、気をつけて行ってくるぜ。ありがとな、ゆくあき。どれどれ。ゆくあきが言ってた場所はこの辺りだと思うんだけど、何も見当たらないな。ここ一帯に痕跡を消すための仙人の砲術が貼られていたようだ。先ほどそれを解除した。もう一度調べてみるといい。お、さすが神格。よし、もう一回探してみよう。見ろ、さっきまでいなかったのにあそこに仙霊がいるぞ。
したよな。見に行ってみよう。一緒に探索しよう。何の御用？おお、オイラたち、さっきまで滝にいたよな。どうして急にこんなところに出たんだ？雲がたくさん、空の上にいるみたいだ。おそらくここが仙人の洞天だろう。我らが探している名家不浄石もここにあるはずだ。本当か？あ、あれってさっきの洗礼じゃないか？見ろよ、雲の下に潜ってったぞ。しかもよく見るとここの岩や木、なんだか不自然じゃないか？まさか雲の下にまだ何か隠れてるのか？これは本物の雲ではなく、空間を隔てる砲術だ。下に降りるにはまずこの砲術を維持している装置を破壊せねばならぬ。よし、じゃあ早速それを破壊しよう。この地に魔物の気配を感じる。どこに身を潜めているかわからぬが、気をつけた方がよい。念の表ぞ。創世の術。そりゃ。はっはっ。はあ。よ。戻れ。さっき。創世の術、今こそ誕生の時。せっかく。いけ。はあ。侵入者として認識されたようだ。だがこれしき、我が何とかしよう。剣よ、影に従え。急がないと。はっ。そりゃ。はっ。冥王剣聖。はっ。まさかく間に。装置の核心があらわになったぞ。今のうちだ。ほっはっ、いけ。ふわっ。ふん、ほっはっ、ふん、ふん、瞬く間に。ほっ。
行き続き下に進むしかないようだ。しかしその前にこの層の守衛装置を壊す必要がある。創世の術、異形を認め諸行無常。健康よ、世の乱れを切り尽くせ。創世の術、冥王決陣営のごとく。
世の乱れを切り尽くせ。うん、行こうよ。創世の女、今こそ誕生の時。律令に従え、命ずる。我が剣よ、影に従え。それもそうだな。でもどうして浮いてないんだ？活性化されていない浮上の石が宙に浮くことはない。見た目は普通の石と異なるが、その重さはほぼ同じだ。浮上の石は活性化されることで初めてその進化を発揮する。俗世の束縛から解き放たれ、空へと浮かび上がるのだ。そうだったのか。神格は物知りなんだな。我の師匠は雑談が好きでな。暇があれば我を引き連れ、さまざまな伝承を話してくれた。興味のない内容の方が多かったが、まさかこのように役に立つとは。あ、ふと思ったんだけど、もしここで活性化させたら持ち帰れないよな。そんなことしたらオイラたちまで一緒に飛んでっちゃうし。でも活性化させないと重くて運べないと思うぞ。どうやって運んだらいいんだ？案ずるな。これ式であれば我にとって大した重さではない。でも安全第一だぞ。心配無用だ。この浮上の石が貴重であることは重々承知している。ぶつけたりせぬよう細心の注意を払おう。我を？そうだぞ。神格がどんなにすごくても、もしこんな重いものの下敷きになったら怪我だってするだろう。重いものを運ぶときは身の安全に気をつける。これは常識だぞ。そうなのか。ありがとう。ならば気をつけるとしよう。我は浮上の石を担いで先に行っている。なんてことだ。神よ、僕は夢でも見ているのか。あれほど巨大な石を持ち上げるなんて、彼女こそ伝説に謳われる仙人に違いありません。仙人様、どうか来年の収入が上がりますように。体積、品質ともに最上級、保存状態も非常に素晴らしいですね。このレベルであれば申し分ありません。この名家不条石には満点をつけても問題ないでしょう。
お名前をお伺いしても？我の名は重要ではない。これの競い合いに参加しているわけではないからな。我はこの石の運搬を頼まれただけ。依頼主はもうすぐ来るはずだ。進化くん、あ、それと行幸の手下も。なんとあなたたちでしたか。これほどの不浄の石を見つけたのも納得できます。しかし一つ訂正させてください。私は手下ではなく秘書です。ひひ秘書のお姉さん、この石はオイラたちみんなで見つけたんだ。どうだ、すごいだろう。正直なところこれまでに届いた浮上の石の中で最上級の品質です。予想外のことが起こらない限りこの石を土台にして軍玉閣の再建は進められると思います。今日はお疲れでしょう。行幸様がこの近くで民宿を借りています。お休みになりたい方はそこに泊まっていただいて構わないとのことです。それでは私は先に失礼します。ご覧の通りまだやることが山積みですので。進学、さっきここに到着した時みんな進学のことを尊敬の眼差しで見てたぞ。そうなのか。反応が薄いな。こういう時はもっと喜ぶもんだぞ。もしオイラが誰かにパイモンすごいって褒められたら胸を張りながらニヤニヤしてるぞ。以前我も似たような称賛を浴びたことがある。その者たちは我を仙人と呼び、まるで遠い存在であるかのように敬意を払いながら接してきた。でも仙人ってみんなそんな感じだろ。オイラたちがこれまでに会ってきた仙人もみんな浮世離れしてて普通の人間とは違ってたぞ。しかし我はそうでは。深刻？何でもない。同点に入ってから力を酷使していたゆえ少し疲れただけだ。大丈夫か？あ、そういえば百文が言ってたよな、近くの民宿を借りてあるって。そこで休憩しよう。心配は無用だ。どこか人里離れた静かな場所を見つけ少し座禅を組めばじきに治る。ダメだぞ。もしその間に危険な目にあったらどうするんだ。お腹が空いたら美味しいものを食べて、眠くなったら屋根のある場所でちゃんと寝る。無理をするのは良くないぞ。わかった。覚えておこう。あう。そうと決まれば、早速神格を民宿に連れて行こう。ご宿泊ですか？先ほどちょうど残り2部屋になったところなんです。軍玉閣の再建にこの地区が選ばれて以来、大工ややじ馬、業務担当者やお茶売りと利用者が後を絶たない状況でして、だから今日もかなり混み合ってるんですよ。部屋もどんどん埋まってしまい。お客さん間に合ってよかったですね。おお、オイラたち運がいいな。
片方はまだ部屋の掃除中でして、おそらく30分ほどしたらご案内できるかと思います。もう一つの部屋は扉を左に曲がったところにあります。どうぞ、客室の鍵です。皆さんごゆっくりお休みください。それでは。それじゃあ新閣が先に部屋を使ってくれ。オイラたちは外で部屋の掃除が終わるのを待ってるから。ついでに美味しい食べ物がないか見てこようぜ。さっき大きなチキンを持ってるお客さんがいたぞ。後で新閣にも夜食用に買ってきてやるよ。明日の朝ごはんにしてもいいしな。ならば我は休もう。何かあったらいつでも呼べ。我の眠りは浅い。戸を叩くだけですぐに起きよう。ああ、また明日。竜王釈放神君じゃないか。どうしてこんなところに。行ってみようぜ。神格とはもう会ったようだな。どうだ、あの子とは仲良くやれておるか。もちろん。竜雲釈放神君も神格のことを知っているのか。それは当然。リーユエコーで長年生活するカウンを除けば、生き残っている仙人たちは多かれ少なかれ神格と関わりがある。そうだったのか。なあ、神格の鮮明って何なんだ。神格って呼んだ方が親しみがあるけど、やっぱり罰当たりな気もするし、きっと鮮明で呼んだ方がいいんだよな。鮮明。なぜ神格が鮮明を持っていると。え、仙人ってみんなすごそうな称号を持ってるんじゃないのか。その通りだが、しかし神格は人間だぞ。ああ、なんだそうだったのか。ち、うえお前は気づいてたのか。っていうことは知らなかったのはオイラだけ。お前たちから見てあの子は普通の人間と異なるのか。神格っていつも問題の解決方法が直接的というか。初めてあの子と会った時もそのような感じだったが、それは今も変わっておらん。わらわと神格の出会いはとある洞窟の中であった。あの日、わらわがその洞窟の近くを偶然通りかかると、魔人の残骸から放たれる気配を感じた。わらわはすぐ中に入ると、そこには弱いにして6歳ぐらいの幼い神格がおった。あの子は短剣を手に魔人の残骸である魔物と戦っていたのだ。なんだかかなり危険な状況だったみたいだな。わらわが到着した時、すでに神格が魔物と対峙して数日も経っていた。凡人のことは心も体も脆く、生きるには親の庇護を受けなければならない。だが神格は違った。あの子があのような危機を耐え忍ぶことができたのは、
強い精神力のみならず、生まれもっての気骨と殺意があったからだ。わらわがその魔物を仕留めた後も、あの子は気を緩めることなく、わらわにまで刃を向けてきた。だがわらわに傷をつける意志がないと分かると、何も言わずに気を失った。つまり、もし竜恩釈放神君がいなかったら、今頃神格は…いや、必ずしもそうとは限らぬ。わらわがついた時には魔人の怨嗟は無惨し始めていた。あのまま膠着状態が続いていたら、生き残ったのは神格だったはずだ。それでもかなり危険な状況だったんだろ。なんでそんな小さな子が魔人の怨嗟と戦わなきゃいけなかったんだ。神格はこの世のあらゆる苦難や試練の片鱗を味わったのだろう。そしてわらわは行く当てのない神格を引き取ったのだ。おそらくわらわのことだろう。神格の体質は特別なもので、戦術の修行に適しておった。わらわと他の仙人たちはその見事な才に可能性を見出し、技を伝授することにしたのだ。しかし、子供の頃より放たれていた殺意は、年を重ねても消えることなく、むしろ日を追うごとに増していった。ある日、昨月畜養神君があの子を占ったことがあった。神格は孤独であだなす者、その身には邪気が宿り、友人や家族に災いをもたらすことがままあると出た。矜持の兆しであったため、赤ひもで魂に枷を加え、殺意を抑制させたのだ。赤ひもで縛られたことで、神格はだいぶ落ち着くようになった。表情も和らいだが、代わりに少し朴訥としてしまってな。赤ひもの力が強すぎたゆえに、他の感情をも抑え込んでしまったのだろう。この広大な世で出会ったのもある種の縁。お前たちにも神格との縁がある。今後ともあの子をよろしく頼む。なるほど。じゃあ竜恩釈放神君は神格のことが心配だったから様子を見に来たんだな。そんな単純な理由なわけがなかろう。今のリーユエコーは平和そうに見えるが、その裏には危険が潜んでおる。行幸は今はリーユエと人の契約の時代だと大口を叩いておったが、時期に訪れる嵐をどう対処するか、わらわはそれを見届けに来たのだ。もし彼女がうまく対処すれば、わらわはその偉業の証人となろう。逆にそうでなければ、わらわがことを引き継ぐことになる。思ったより話が長引いてしまったな。今日はもう遅い。お前たちは早く休むといい。神格は仙人じゃなくて、仙人に育てられた人間だったんだな。だから仙人扱いされると困ってたのか。他人から必要以上に敬意を払われたら、逆に気を使っちゃうもんな。
以前神格がこっそり山を降りた時、あの子の姿を目撃した人間が何人かおってな。それからというもの、神格に関する噂が世に広まりつつある。リーユエ校では神格の噂を模し劇を書いた者もおるそうだ。それは神女壁館という名の演目らしい。劇中では彼女は村人を守るため立ち上がったとなっておる。なんとも皮肉な話よ。